ニューカレドニアでやってはいけない。どうもこんにちは、研究内研究室の中川です。日本生まれ日本育ちの寺田です。始まりました、新企画ランドコミュニケーションズの先輩後輩コンビによるトーク番組です。はい、今回も引き続き、ニューカレドニアでやってはいけない、はい、今回はマナー編でご紹介したいと思います。はい、まず日本と決定的に違うマナーって、日本の人ってこう鼻をみんなの前で噛むのは恥ずかしがる人が多いと思うんですけど、こっちは豪快に噛みます。豪快だね。はい、ーっね、はい、なので、まあ、マナーっていうか、これは文化の違いだと思うけどね、はい、僕的には。反対に、って吸う人いるでしょ。あ、これ吸う。で、これって、まあ、現地では、あまりなんか、上品ではない。鼻すする方が、よろしくないんですね。文化的に鼻をする方が、まあ、どんな、また、鼻をつながってもらって、パッて、もう、一回鼻噛んで、終わりみたいな。もう、鼻の話やめない。くしゃみのマナー、うん、くしゃみ、うん、でくしゃみはやっぱり日本ではどうなの、くしゃみって、あの拍手をいってやらないように、まあ、できるだけ手を置いたりするよね。はい、何かで覆う。そうそう、ここは手で拍手こうやって止めないね、あんまり。フランス人ってよくあの手で握手したりとか、手を、まあ、顔の近くには持ってこないで肘でやるとか、ジャケットの中とか T シャツの中にやるね。でもマナーといえばレストラン、日本とこっちのユカレドニアで何か違う点とかありますか？レストラン入った時にお水の種類をどうしますかって最初に聞いてくるのね。お水の種類、そう、ミネラルウォーターか炭酸水か水道水みたいな。前菜メインデザートのコース来るじゃん、うんうん、その前菜メインデザートの時に前菜メインデザート取るのね。前菜デザートとか、基本メインは取りますよね。メイン、前菜メインがメインデザート、 みたいな感じもあるし、そういうのがちょっと違いかなっては僕は思うけどね。あ、例えばサラダ1個頼んで、それだったらじゃあ分けましょうって言って、それだったらしますけど、それだったら店員さん、そうそうそう、それだったら最初にこのサラダを2人で分けるから皿2つねみたいな感じで、皿2つでそこの真ん中から来るのは OK、うん、なんかそういうシェア系はあまりしないかな。フランス本国とかに比べたらだいぶマナーとしては緩いんじゃないかなって私は思う。あ、もう全然違うよ、うん、全然緩いし、あのレストランもそういうシェアとかも全然してもいいところも多いし、うん、そうですね、あんまりなんかレストラン行くのに固くならずに、そうそうそう、でも食べたいものを食べてもらったらいいかな。でもまあ一応高級フレンチのレストランに行って、例えば短パンサンダルで行ってもダメだし、フレンチレストランダメですね。Yes。まとめ、法律的にやってはいけないのは屋外での飲酒ぐらいです、ね、そうそう、それ以外はやっぱりちょっとマナーっていう感じでゆるゆる、ゆるいですよね。そうそう、ゆるいけど、うん、まあ、ちょっとあの気をつけた方がいいよね。アドバイスとしてやっぱりお客様たちに聞いといてほしいなというものだと思う、うん、はいはい、なんかその違いが知れて面白かったです、うん、僕もやっぱり日本のあんまり知らないからね、うん、嫌いな人でいいか。先輩、現地在住ならではのお話とか、ね、うんうん、今度からちょっと深く突っ込んで話して、うんうん、もうちょっともうちょっとね、うん、じゃあ今回でもここだけの話みたいな、うん、ちょっと今度からじゃあやってみましょうか、はい、ぜひ次回また見てください。見てください。チャンネル登録お願いします。またねー。